ゴッドさん、お願いします。ゴッドさん。ゴッドさん。どうも、エルザです。それでは、ダークソウル3やっていきたいと思います。さて、前回ね、いいとこまで行ったんで、まあ、ボスをね、倒しに行こうかなと。あとは、残り火。あったねー。召喚サイモン呼んじゃおっか。黒い手のゴッドヒルト。ゴッドさん。ゴッドさん呼ぼう。おお。あ、弓と片手か。頑張ろう。剣に誓って。よし、行こう。ほう、サリバーン。あ、やっぱほうだったね。わかりません。ゴッドさん、お願いします。ゴッドさん。ゴッドさん。ゴッドさん、全然攻撃当たってない。あれ、バクスタ取れないとかじゃないよね。ああ、ちょっと待って、全開しといて。やばいやばいやばい。羽生えた。わかんねえけど切っとこ。あー、分身すんのか。危ねえ。やば。これちょっとしんどいね。1、2、あと2発。これでとどめ。よし。やったー。マジか、倒せたぞー。いやー、てかゴッドヒルドさんのおかげだね。あれ、意外だったな、倒せたの。いいのかな。なんかいいのかな。逆にちょっと不安になるけど。まあ、回復しよっか。じゃあ、ちょっと装備見に行こうか。
倒しちゃったね。ゴッドヒルトさんいたからか。ソリボン、ソリボン。罪の体験。はあ、体験なんだ。特大剣ね。裁きの体験。あ、両方とも体験なんだ。で、魔力が、だから裁きの体験の方は、魔術がいるんだね。で、もう一つの方は力なんだ。罪だね、そうなるとね。これね。我慢か。罪の日。まあでも。今度これで行ってみようか。あとは防御力高かったのが良かったかな。意外と、カタリーナとかにしてから、防御力が高いからね。今何ぼ？あ、23ずつか。で、防御力122だもんね。意外と体力上げてたのがでかいかもしれない。めっちゃいるじゃん。そしたら、前から思ってたんだよ。ねえ、これあれだったよね。戻ればっていう話だったよね。よし、オッケー。特には何もない感じかな。多分、強化用に飾ってたとか、そんな感じだろうね。なんかすごいことなってる。んで、こっちは？そしたら何もない感じか。今のがルートかな？あ、ね、アイテムあるわ。かけらねえ。何が出てくるんだろう。なんか立ってるよね、あそこね。あ、さすがにね。声がするんだよな。ちょっと待った。マジか。上いんのか。あいつ余裕だな。ちょっと待った。ここはさすがに分が悪い。あら、ドラを持ってる。うわー、しかも二人いるじゃん。マジか。二人か。
えい。ゴリ押し、ゴリ押しやね。まあでも、やっぱドランだね。多分これで出てこないはず。ほら、仲間は死んだぞ。うい。まあでもやっぱ強いね。あ、で、お前はなしか。そうだね、ちょっと巨人。うおー、生きてんじゃん。ってか、生きてるじゃん。マジか。マジか、それはちょっと聞いてない。なになになに、エストか。さて、お前か、さっきから撃ってたって言って。マジで。俺も弓で卑怯だけど、お前らもお前らで。貫通するんだよな。よし。あとお前だけ。いかにもボスって感じだもんね。ポケた。あ、何も出らんのか。これは、あー、ショートカットだなー。でもこれで1万3000か今。すごいねー。巨人なぁ。弓かなぁ。やるんだったら。物理でゴリ押しっていうタイプではなさそうだもんねー。お。ああ、こういうふうに来れるわけね。見えないんだよね、一回消えるとね。やっぱスタミナ足りてないな。1、2、これだったらまだ。こっちの方がいいんじゃないかな。
すぐやめるんだよな、動き。あ、意外と動けないとかそういう感じか。うわー、やっばー。そうか、結構強いね。やっぱ弓は正解だったな。意外と避けるの上手だよね。やっぱそうなるよね。ほらほら、これ楽だね。めっちゃ刺さってもんな。おい、草付き草団子。草団子か。マジで何回でも出てくるな。あとは上はわざわざ倒さなくていいか。特にアイテムなし。すげえな。ねえ、ここは隠しとかじゃないの？あ、違うんだ。ほう、上来たね。アイテム発見。鱗だ。久しぶりの鱗。あー、また遠距離か。マジか。これは、やばいな。だって器用に進めってことだよね。はい、おお、銀騎士、銀騎士なんだ。黒じゃないんだね。銀騎士装備ちょっと見たいけど、さすがにこれじゃ落ち着きがないから。銀騎士かっこいいね。黒騎士の会みたいな感じかな。お、大矢か。矢か。手に入ったのが矢は矢で。だよね。あ、これが専用でいるんだ。あー。なるほどね。頭はなし。これか。あー、強いじゃん。ちょっと重いけどね。黒にして、で、足が強いけどやっぱ重いんだな。
外すと10か。ああ。なんか3つ手に入ったよね。気のせいか。なんかかけらかそっち系か。うわー、かっこいい。かっこいいけど顔がないと、極端にダサくなる。あー、でも強いなー。ちょっと下がるけど、やっぱ。うん、70ぴったしに行こっか。とうとう重量を上げないといけなくなってくるかな。はいはい、これを上がってきたわけで、ああ、そこもいけんのか。よし、これで何かが手に入ったけど早すぎて見えなかった。頭ではない、鎧でもない、手でもない。ってことはかけら系かな。やっとね。あっちか。どこから。そこにもいるし。あー、そこいんのか。いやらしいな。でもって後ろいたわ。おい、でもって敵が勝てー。うまいねー。おい、あ、大かけらだね。よく見つかるのはね。あれ、なんでもないんだね。はい。で、バックスタで終わり。右だね。まあ、短いから、それなりにって感じかな。お、槍。やば。
いやーこうやって見ると雷っていいね。お、銀騎士の兜。かっこよく。わあ、かっこいい。かっこいいけどめっちゃ顔長。でも、カタリナがいいね。よしよし。いやー、進めるルートが2箇所か。悩むね。怪しくね？気のせいか？今なんで浮いた？ああ、でもこれで降りれる。セーブ場所が、真空の兜、真空。これはちょっと後で見てみようか。あー、真空シリーズかっこいいねー。なんか俺は見落とししてたかな、もしかしたらね。さっきの騎士の格好みたいな感じなのかな？もしかしたらね。残り B。ああ、こっち。こっちはいけないけど、あ、いけるわ。あー、なんか進んじゃう感じだね。まあ全然いいんだけど。いいね、ガンガン進むね、今日はね。螺旋階段か。あー、で、戻すと、遠心力でめっちゃ吹っ飛ばされそうな気はするんだけどね。あれ、こっちじゃない？あー、あれ絶対ボスでしょ。アノールロンド。はー。マジか。想像以上に進みが良すぎて。うわー、しかも。槍か。むずいんだよなー、槍。ちょっと待った！ちょっと待った、ちょっと待った、ちょ待って、そんなに多いとは聞いてない。無理、それは耐えれない。やばいやばい。あ？お前らそれより先来れねえのか？おー、一瞬で片付けられるから。もうライフが減ってもね、二人は二人だから。はい、超上がりということは、まあ、あそこが仮にボスだったとして、あれだね。持ち場から離れないときね。偉いよね。2体か。2体狩れば、でもあんなちまちましたの毎回する？
まあ、ちまちましたって言ってしまったけど、自分で。巨人の種火。あれ？もしかしてなんか巨人系が来るボス？あ、いや、意外と。あー、別ルートから入れるってことは、これまだボスじゃないね。あー、なるほどね。あれ、正面開くかだけ確認してみようか。それでボスだったらもう泣くけど。4万が吹っ飛ぶんだよなぁ。やっぱ仕掛けで閉じられてるだね。よかったー、ある意味それ。あ、この赤目さんはやべえやつだな。強いんだよね、赤目ね、マジで。その盾が欲しい。なんでなまった今。なぜ今俺はなまった。やべ！あー、痛い。よし、立てくれ。あー、そうこうか、橋か。盾が欲しいんだよな、盾が。意外と盾は落としてくれないもんね。これも裏かな？そうだね。開けれないもんね。あー、そこもアイテムあるね。じゃあ、次回はそこ左。あ、いや、その前に、これ下に降りて、通れる場所があったじゃん。銀騎士がいて。あそこだね、次回はね、とりあえずね。ちょっとレベル上げいこう。いやー、あの持ち場から離れない敵は面白いね。指でちょこちょこ刺すけどな、それだったら。ちょっと待った、種火。ああ、これはあの巨人の種火か。懐かしいものだ。さすがにもう生きちゃいないんだろうが。悲しいがいいやつだった。知り合いなんだね。俺がきっとそういう武器を鍛えてやる。そう、これで毒深みじゃなくて、ああ、混沌か。カオスだね。愚者も多分、そうだね。あー、どうかな、重厚に変えた方がいいのかな。ロスリック B なんだよな。まあまあ、こんな感じで、ここで終わりたいなと思います。まあ次回は言った通り、戻って、なんかちょっと教会の中入れるっぽいんで、そっちのルートかな。まあだいぶなんか見た目が良くなってきたけどね。まあただ 70% ギリギリだから、そろそろ体力だっけ？体力上げて、重量を増やしたりとかしないときついかもね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。またよければね、チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またねー。